次はブリヂストンです。エクストラソフト使ってみたいと思います。これ懐かしいんですよ。僕使ってたんですよ、ずっとジュニアの頃。あのプレセプト、あのニック・プライスが好きだったんですね。もうこの話し始めたら長いんで、もうとっとと行きます。ではティーショットからやってみます。多分懐かしい打感だと思いますよ、これ。これはどっちかといったらしっかりとした打感が残ってます。結構あのハードに振っても吹けずにボールが飛ぶんで、僕はこのボール結構昔ながらで好きです。打感は良くなってると思います。次はセカンドショットなんですが、球の上がりやすさが大事になります。私3番アイアン使います。ちょっと左足下がりで球が上がれれば非常にいいと思います。行ってみます。あのしっかりとした打感ですが、すごい球よく上がります。よく飛んでますし、非常によく飛びました。非常に使いやすいボールだと思います。じゃあ行きます。110ヤードぐらいを今度はピッチングウェッジで打ってみます。行きます。どんな打感でしょうか。めちゃくちゃショートアイアンになると非常に球、ナイスオンしましたが、非常に球柔らかいです。ショートアイアンになると、あの 使ってみていただくと非常に感じが分かります。いい感じです。これもすごく打感パターちょっと楽しみです。行ってみます。20歩ぐらいあるパターですね。行きます。懐かしい打感です。ちょっと固めです。僕こういう打感が好きなんでフィーリングが合います。あのしっかりした打感なんで、あの僕みたいにパチンと打つ人にはぴったりくるボールだと思います。こうソフトな打感を望みの方にはちょっと硬めに感じるかもしれませんね。はい、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからも不定期でボールのご紹介をさせていただきたいと思います。また今回使用したボールについては私のブログ毎日50球にてもう少し詳しく紹介させていただきたいと思います。下のリンクにてご覧になっていただけます。ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。